はい、皆さんおはようございます。 D3 さんおはようございます。はい、どうもおはようございます。おはようございます。おはようございます。パクラドさん、ダルタニャンさんおはようございます。フェルナンドさんおはようございます。マイホシさんおはようございます。フェザースターさんおはようございます。トッチャーさんおはようございます。ケロヨンさんもおはようございます。いやはや、なんかね、前髪をすいているとめっちゃ綺麗に巻けるんですよ。ちょっと感動しました。朝から先ほど起きたんですけど、ちゃんとめっちゃ眠れて、まあ明日か5時からやりたいなって思って、クーカちゃんのね配信があるのでちょっと5時からやりたいなと思ったんですけど、喉大丈夫になりました。まあ朝なので喉がちょっとイガイガって感じですね。これがまだその起きてないの。熟睡できました。お腹鳴るっていう。はい、じゃあクーカちゃんの配信見たいと思います。元気づけに、自分の元気づけにクーカちゃんの配信見ます。頑張ってるね。いやクーカちゃんはね、全然もうまだまだなのに、もうまだクーカちゃんの方がまだまだすごいと思うので、そんなことはないんですけれども、今日はねとりあえず多分昨日疲れてたので、朝6時30分からお姉さまがやれっていうことでそうですね、やりたいと思います。よいしょ。ちょっと音量上げていい？あ、結構音量上がっとったわ。なんかクーカちゃんダンスしそうな予感すごいな、めっちゃすごい。ダンスしとるのかもしれん、もしかしたら。すごいな。おはよう、おはようございます。そうですね、補習してみちゃ頭つけとったと思う。いきなり勉強したっけ。なんか数学はね、なんかねやってなかったんよ数学、あの理科とかそっち系はね前にちゃんとやっとったよやっとったんやけど、数学はやってなかったので、ラムの理科系氷を踊ってたよ。すごいよね、ちょっと星投げときますね。今星が5個しかない、5個ずつしかないわ。なんか赤ちゃんの写真見たり、前髪これでいいんじゃろうか。なんかこれかな、ここから見ようかな。これ、なんかこんぐらいか、こんぐらいじゃろ。おはようございます。おはようございます。皆さんおはようございます。これ、じゃん、これ普通にアイランで髪伸ばします。毎回恒例の、これはねこっちと多分こう絡み合わせるんですよ。おはようございます。おはよう。そう、ハプニングが、そうだ、私の、ね、YouTube で見たんですよ。そう、 YouTube で動画で見たんですよ。まあなんか、まあただケープでちょっとなんかぶち切りするっていう、なんとも言えない動画でした。あと最後に湯気が見えるって言って終わっとったけど、まあ別にそこまで重要なことは言ってなかったので、まあまあまあ、よしか、よしでもないけど、まあ、切り忘れないようにしようって思いました。多分ね、シティの中で一番切り忘れるのが、もうここからは全然大丈夫な人になったと思う。
切り忘れはね、もう皆さんご注意ください。ちょっと本当に思う。おはようございます。今日もね、そう、前のはね、昨日のは本当にもうね、ちょっと忘れて配信をしたいと思います。分からんかと思うと思う、多分。おはようございます。皆さん、みゆみんの配信に来ました。なかなったわ。ちょっとなんか食べようかな。パン焼きたくなった。おはようございます。皆さん、うさみんが朝からうさみん言っとるよ。みんなこんな高い声、朝から電話。おはようです、おはようです。おはまりな、はまりな、おはようございます、おはようございます。今日はね、なんかあれなんですよ、絵を描いてなかったので、とりあえず寝ろということで寝たので、まあね、ちょっと今日は追いかけ配信したいかなって思います。いつも可愛いね、ありがとうございます、ありがとうございます。待って、ちょっと待って、お腹鳴った、お腹鳴った。先輩のお兄ちゃんが聞こえた今。あ、言わんのか。あ、配信しながら見てます。配信しながら見てます。そうですよ、皆さん、今日は安全配信で運転で行きます。それからコロッケパン食べた。私もね、昨日コロッケパン食べました。じゃあめっちゃ昨日のことで反省しよるんよ、自分。マリナカモン、これでこれもん、端末で。この端末でこれんけん。一回動画、ちゃんと切ってやめにいけんわ。そうですね。おはおは、おはおは。声が。おはおはです。もう反省いたしました。私切ります。切ります。今は切らんけど。今日は朝から来れたよ、ありがとう。喉が待って、さすがにちょっとお腹が鳴るのでパンを焼いていきます。ちょっとお待ちください。ということで、よいしょ、食パンじゃないんですけれども焼いてきました。はい、シフォンケーキ。そうやね、朝だから10メートルは来んよ。来るとしたらお母さんやね。お母さんが来るよ。見え見えに見られとる。ちょっと部屋出た。女神がめっちゃ変。
なんかみゆみゆ見えとった今。ちょっと待って、なんか恥ずかしいわ。なんか、はい、ポカリンじゃないの今日は。ポカリンじゃないんです。声が全然起きてない。見てたよ。もぐもぐタイム。お絵かき配信なのよ今日。あのフォーク持ってた。眠いくない。時々眠いっていうの。眠くない。照れるわり。じゃあ今日今声低い気嫌なの。今日は？今日は？今日は切るよ。もう切ることしか頭いないわ。それは違う。切ることにしか頭いないのは嘘やけど、切るわちゃんと。ん？すっぴんです、すっぴんです、すっぴんでございます。これば分かる。すっぴんでございます。じゃあ影ができるけど、あ、じゃあ光があるけん、こうかな、こうかな。はい、すっぴんです。もう毎日すっぴんですが、朝はね。よいしょ。今日もね、見えたメイクしようかななんて思ったり。昨日なんか結構好評だったみたいで。そうなんですよ。あ、覚えてます。あんちゃん朝はね、朝やシフォンケーキ食べとか言ってたのに。もぐもぐ配信行きます。チョコが入ってるんですけど、あ、チョコあまり喉良くないわ。どうしよう。でももぐもぐ配信ね、あんま自分好きじゃないんですよ。なんかね、めっちゃね、なんかコメントが読めんじゃん、もぐもぐしとる間。最近あんまり好きやない。お、もぐもぐ、もぐもぐがカタカナになった。あ、間違えた、間違えた。できた。でけ、でけ。そう、こんな感じ。いただきます。いただきます。昨日見れなかった。見れん方が良かった。見れん方が良かったと思う。美味しい。よそ、絶品可愛いですか。召し上がり。美味しいわ。めっちゃ美味しいです。え、みんなもぐもぐ配信好きなのかな。投票していい、もぐもぐ配信好きか。じゃあ自分でなんか好き、自分は好きじゃないんだけどね。ね、もぐもぐ配信1、好きな人、2、嫌いな人、まあ今普通な人。あ、昨日ほとんどこの方が良かったわ。え、食べるの遅いんじゃないよ。喋る気遅いんよ。そう、好きなんかな。なんかね、喋れんけさ、あのなんか皆さん暇かなって思って、食べる、ただ食べるだけの配信だ。そう、うん、おはよう、おはよう、きなり。あ、ありがとうございます。マリーナー、マリーナー、ちょっと失礼しました。めっちゃ手振ってくれなかった。手振ってくれたよ。昨日何買ったの。昨日切り忘れたの、配信を。そう、
で、キープにね、キープにちょっと切れて、キープにちょっと切れて、でそれで、湯気が見えるって言った。よっしゃ、じゃあちょっと投票終わります。一番だね。ちょっと緊張してました今。ですよ、なんかね、こう逆にメンバーから見られるのあんまないけさ、自分が結構見とるはじけんさ、なんで返せばいいかなって思って。でも今日声低いし、なんか朝みゆみゆの配信です。ちょっと待って、さかきみゆちゃん、みゆちゃん まさか終わった？さっきなんか見よったら終わった、終わりました的な感じのが来たんだけど、どうすればいい？誰の見ればいい？みゆみゆしかないぞ、選択が。どうしよう。みゆみゆ、みゆみゆはね、なんかまたまたマリナとか言われ、マリーナとか言われそうなので、ちょっとやめときます。やめときます。よいしょ。配信が最高、ありがとう。そうですね、空気配信そうだ、みんな好きだ、ありがとう。嬉しいわ、そう言われるとなんか嬉しい。笑ってる、知ってる、見とったもんだって。手振ったわ。今手振りました、さっきだね、さっき手振った。あとは投票の結果、あれ黄色って何だったっけ、1？ ちょっと待ってね。好きという方が多かったので食べたいと思います。今日はメイク配信もしようかなって思ってます。なんかね、あのね、メタル風のメイクを皆さんに紹介して、皆さんにもちょっとやってもらいたいなって思います。今は全然男性でもメイクできるので、ノリアクションにした。おはようございます。おはようございます。終わってない、嘘、終わってない。みゆちゃんの話なんか終わったよ多分。みゆちゃん、くうかちゃん、さかきみゆちゃんっていう、なんか前髪さ、いい感じになってないですか。こっちは違うんかな、こっちはこうかな、普通に。おうち、あうち、してしまったが、なんか打ちどころが良かった今、スプーンの。ちょっと替えも持ってきます。人見知り発動、こうか。なんか初めてこう薄くなったけんさ、初めてじゃないけど、まあ薄くなったけん、最近めちゃ分厚かったけんね、前髪が。めちゃ嬉しい、嬉しいことです。明るいよね、やっぱり明るすぎるよね、ここ。前髪を整え、マリーナ。ここ止めようかな、ここ止めたいです、止めたいですが、止めるものが今はちょっとなさそうなんですが、人見知り安定ですよ。すっぴんすっぴんでございます。マリアさん、お初です、ありがとう。タイさんだ、アンリタンさん、世間さん、ありがとうございます。ST48 を歌いまやです。声枯れ気味ですが、ちょっと申し訳ない。髪留めがないわ今、ちょっとここら辺にないので、ちょっと水取る代わりに、水じゃないわ、水はあるわ。これはダメ、これはダメか、これはちょっとダメか。え、ダメ？え、ダメですか皆さん。ベイビーメタル違うわ、 B ないよ。 D メタルのメイク配信はせんけんね、まだ配信してる、してる、してる。あ、みゆみゆから来てくれたのかな、ありがとう。あ、ぜひフォローしてってね。まだもこっちの端末でフォローしとくわ。みゆみゆ。よいしょ。みゆみゆはどこだ。
こっちの端末は、ね、なかなかフォローしてないので、あ、前フォローしとった、フォローしとったので、どこだ、はい、前髪最高かよ。なんかこう、なんかあれです、3秒ルールいいのかな、ダメか、ちょっとまあ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 衛生的にもね、あれなので、ちょっとしかも喉がちょっと今枯れているということで、あのピンと、ピンとフォークを持ってきたいと思いますので、ちょっとこのね、あのいつも言われるお高そうな椅子に椅子の配信とこの大谷マリナを宣伝しときますので、はい、よろしくお願いします。ちょっと待ってね、あとフォローの方もちょっと宣伝しとこう、ちょっと待ってね、皆さんが来る前に、あ、こうやったら隠れるわ、どうしよう、ちょっとこれ折っていいですか、ちょっとこれ折ったらまあ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 見えるようになるから、ハートだけ、とりあえずハートだけ、名前は見せたいからこれで行きたいと、行けなかった、眠ったらまだ寝てない、寝とるサナさんかわいい、ありがとう、めちゃくちゃかわいい、ありがとう、おはよう、ナナさんおはようございます、かわいいにゃ、ありがとうにゃ、それではかわいい、よっしゃ、じゃあちょっとね、これにこれね立てれないや、はい、できましたので、ちょっとフォークとピンを取りに行ってきます、あ、アイロンが、よし行ってきます、ということで戻ってきました、よいしょと、可愛いのに可愛くないよ、電車行ってきます、もうただいまもうただいま、さあ目指せ、今に出しとこう、今ね目指せね、ちょっと4000人なんだけど、で大きく1万人って書いてるんだけどね、フォローよろしくお願いします、ごめん、ちょっと自分、待ってこんぐらいがちょうどいいね、かあの影やないわ、光的にいいよね、こっちの方が顔見えるよね、前髪今何時になった、今ね1600人ぐらいに入りました、なので2000人を目指したいと思います、眠たいです、眠たくないわ、眠たくないけどなんか眠たいですっていう傾向がある、自分テンションが高い、そうなんじゃ、私もテンションで負けてられないわ、アイドルというものは皆さんを楽しめるべきべしべべしおお、そうやった、ピンだった、ピンあるんだった、やばいな、ピンが近くにあったのに、早起きだね、ありがとう、いやまだまだ早起きしますから、一枚紙めっちゃ直すやつ、はじめましてすーちゃんさん、あ、借金詐欺ありがとうございます、そうですね、まずは近くの4000から目標にしたいと思います、あのじゃあ来る人も、そうですね、今日は1時間遅いということで始めたのが、あち1時間30分遅かったので、だいたいいつもそうですね、まあ、5000人は行ってくれるので4000人を今日目指したいと思います、か
噛んだ、嘘、噛んだじゃん。寝起きドッキリ、寝起きドッキリ。お、今ピンが出せん。11月にマリーナの絵がカードの握手当たるかな、どうだろう、わかんない。で当たってほしい、みんな来てほしい。いや違うよ、多分ね移動しとる間に見て見れてないけん。フォロ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 3200323人。嬉しいね、嬉しいわ、嬉しい。おはようございます、おはようございます。ピンクを白にしちゃいけんわピンクを白にしちゃいけんよ、ハート。相変わらず自由人です。いや自由利用しますか。え、私はね多分なんか多分ね許せると思うよ。怒ったら怖そう。怒ったら怖いよ。激おこぷんぷん丸の時は怖いよ。めちゃくちゃ可愛い、ありがとう。ちょっとピンクやで、ありがとう怖いだろ、多分みんな怖いよ。怖いけ怒るんよ、怖い時に怒るっていうんよ。怒ったらどうなりますか。最近は怒らん、最近は怒ってケープに怒った。昨日ちょうどケープに切れとる時に配信やってたけさ、なんとも言えんの。ということでちょっとこれからこっちに変身したいと思います。おー、落ちた。マイナの配信では何かしら物が落ちるね。ブルブル。え、何が？黙ってしまう感じ？でも友達とかには全くおらん。なんかね、怒れんっていうか、なんか怒るという動作がない。友達には一回も怒ったことないわ。いや、これ冗談抜きで怒ったことない。スーパーマリオ違うわ。スーパーマリオじゃないよ。スーパーマリオじゃない。あ、マリオじゃない。間違えた。そうなんや。うん。友達とかには絶対怒らん。なんかこう罪悪感の子らん、やっぱり。後でなんか嫌だなって思って、なんかやっぱ怒るのって結構後悔するじゃんか。でけなんか嫌だなって思う。スピモ天使でありがとうありがとうございます。セイボマリーナ、なんでそりゃ。マリーナファンの人にもね、そりゃ怒らん、あの本当にそれは怒らん。前髪がもう変になった、変になった前髪。じゃあこっから名前直していくぜ。モーニングマリ、モーニングマリな。こっちはもうちょっと巻けばいいな。かわいい、ありがとう。神奈川みんな来てね、握手会あるので。あれ、さっきまでうまくいっとったのに、うまくいかんこうなったぞ。この作業がね、もぐもぐ配信じゃないわ今。前髪整え配信になっとるやばいやばい。しかもなんかこっち変になった。あー、一回出るとなんか変になるよね、こういうのって。あ、でもなんかちょっと変になってる。よし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 、待って、よし、いや、よしじゃないけど、よしじゃないけど、できたかな、できた、これ
あ、できてない できてない。そうや、ケーキ食べに、ケーキ食べに、ケーキというかシフォンケーキ食べました。昨日これパン屋さんがあの届けてくれました。焼きたいと思います。クーカちゃんにね怒られたことは一回もない。クーカちゃんにはね怒られんのよ。え、前髪命で、前髪命今命ポーズしたよ。うまいんか。うまいんよ。2000人いたらマリーナビームするわ。よいしょ。食うから、怒ったら怖いな。怒らせんよ、2000年間は。皆さんも怒らせんように。でもかかちゃん優しいけんね。大丈夫さ。ティーダンしとったいけんわ。ティーダンしとったいけんわ。めっちゃ前髪変なんだけど、どうすればいい。うん、前髪下ろすか。こっちもビームやるよ。水飲みなさい。そうやね、忘れとった水のこと。めっちゃ喉が鳴る。喉ならん、なんか飲みよるとき、ゴクって、めっちゃゴクってなるんだけど。前な、ん、ここに来たらさあ楽しいって言われとるけん。そんなダメよ、それはダメよ。みんなも怒るで。いや全然あのなんかね、2000人いた2000人いた、イエーイ、嬉しいね。ありがとう、みんな俺らの準備はできてるぜ。ありがとう。前髪いい感じ。嘘、これのね、なんかね、今の前髪はね、なかなかあの、すいてもらったのがめっちゃ嬉しいの。だからめっちゃすいてもらったいいよ。ちょっと待って、バリアしてもらっていい。あ、すーちゃんさん、ちょっと待って、マリーナビームするけん。じゃあね、マリーナビームって言ったらバリアって言ってください。じゃあ行きますね。山口の天使を目指してます、13歳マリーナこと大谷マリーナです。行きますよ、マリーナビー、バリアお願いします。ビー、バリアお願いします。ということで、バリアありがとうございます。前髪変ですが、バリアありがとうございます。前髪変じゃろう、めっちゃ。これはもう口を下げた方がいいんかな。逆にビーム、バリアバリアしました。昨日の前髪にしとこう。昨日はね、前髪ね、開けてなかったよ。開けてなかった。こっちも多分こんな感じ。遅くなった、頑張り、ありがとう。ビームを受け止めるとどうなるの？あ、受け止めるとね、おたぶつになります。それはね、バリアに失敗したということで、そう。おだぶつになっちゃうんです。どうしてこんなに切ないんだろう、どうしてこんなに楽しいんだろう。桜の通学路、通学路、めっちゃ仕事行ってきて。あ、いいよいいよ、もう OK です、ありがとう。そうや、ちょっとあの引き止めてしまったんや。試験です、ありがとうございます。福原さん、ありがとうございます。福原さんであったんかな、ごめん、ちょっと漢字が苦手やけん。ありがとうございます。
ちょっと待って、アイロンするわ。あ、くしゃみ出る、くしゃみ出るぞ。あ、よし、止まった。これでいいかな。キープが映る、キープが映る。これなんだ。あ、これ絵描いたやつや、絵描いたやつや。さあ、自分のあれでショールームで前髪確認だ。ミッション前髪確認。まあまあいいでしょう、今日は許すとするか。はい、許します。今日はこれで G メトロ登場。やめてよ、やめてよ。女神完璧ありがとう。また来るね、おっきい。ありがとう、ダム。さらに可愛くなってる。嘘、可愛い、ありがとう。桜の桜遠くでいい、何にも。ん、あ、じゃあ今お絵かき配信になっとるぞ。多分水の音ですね。終わりかよ。めちゃくちゃやっぱパサパサするわ、パン食べたら。うん、お絵かきしよう。あとでお絵かきします。もぐもぐ配信します。次、じゃあ、あのね、お母さんが隣で食器を、食器かな、よう分からんけど、なんかを洗ってあります。あ、なんか分からんけど、水筒とかかな。おいしい。よく名前、あ、昨日のメイクか。でも追いかけ配信の前にメイクをしたいと思います。メタル風メイク。皆さんに秘密ですが、皆さんだけには見せたいと思います。で、食べながら喋っていきます。はい、プリメタルの登場、まだまだまだ先になると思う。ジメタルが起きてからじゃないと起きんけん、プリメタル。でも物音がしたらめっちゃ起きるん。やばいのが、1階か2階からね、1階にね降りてきたらね、プリンがめっちゃ泣くんよ。おじけんね、自分の姿を確認するとね、黙るけん、こうやってね、ガラッて開けて、マイナーだよっつって、ガラッて閉めて用意するのが日課です。そうなんよ、ずっと泣き続けるけん、本当に、自分が確認せんにゃ。家族じゃない、家族ってわからんのかいと思うけど、シフォンケーキ食べとった。誰も良かった。やっぱり泣き続けるよね、なんか。実験プリンマイナだよっつって。プリンメタル可愛いでしょ。私の愛犬は可愛いんです。じゃあメタル風メイクしますか。ちょっと食べてお腹もいっぱいだし。いっぱいでもないけど。会いたいね、そうなのかな。昨日プリンのケーキ食べてないわ。食べたというか、プリンの犬用のケーキ買ってないわ。プリンメタルってわこそ犬、犬ワンちゃんです。朝か、あ、うん、駅から家まで歩きながら見てるけど、もうすでに着く、着いたんかな。おはよう、おはよう。今からメタル風メイクをしたいと思います。朝食かな、朝食じゃないよそこまで。よし、じゃあメイク配信、メタル風メイク配信。してみる、してみる。
い、ということでメイク配信をするぜするぜよ。昨日の配信かっこいいよ。途中で終わっちゃったけど、そうですね、よかった、よかった。よし、じゃあ前髪を止めます。これよりでも前、これ上げる方が好きなんです。どっちかっていうと、どっちかっていうとこっち、知ってますか、これどっちかというとこっちってやつ。スーメタル風どうしよう。でも今触覚はあれあんまり出さないからこっちは違うか。そうかなじゃあ前髪を止めます。出てないけどゴムがないのでピンで止めます。そう、ほくろがある。前髪上げ、朝から前髪上げとる。今日めちゃくちゃ可愛い、ありがとう。よし、止めたぞい。はい、完璧に前髪を止めれたのでメイク配信いきたいと思います。じゃあまず下地から塗りましょうね。下地は大切ということで、よし、おうち、まず出しましょう。いるもの、いるものを出します。まず下地とファンデーションと、ですね、口紅は必須です。よいしょ。あと目の下にあるやつと、ブルーシャドウかな、と筆とアイライナーとチーク、こんな感じですね。おお、プリンが、はい、ちょっと多分並べても見えないと思うんですけど、はい、あとアイシャドウということで、これで始めたいと思います。肉って書き合い書かないで、書かないよ私は。そんなメイクするのに今から書かないよ。クリーンメタルですです。前ね、奇跡なことにね、ニキビがないっていう、すごいでしょ。ということで下地を塗ります。ここがブクってなってますね。ちょっと止めましょう、ちゃんと。落ち着け、そうだよ、書かんわ。書いたらメイクがなんかあれだけん、メタルじゃなくなる。ピンピン、一応止めます。ここを、ということでメイク始めていきましょう。白くなるんですよね、下地塗ると。そりゃそうか。はい、塗っていきます。ミラクルマリーナ、これで帽子かぶりたい気分です。今帽子どこ、2階か、2階だっけ。なのでね、まあこうやってところどころにつけてから塗っていきます。あと鼻はね、あんまり塗りません、自分。目の下結構クマができるので、クマができる体質なので、結構ワーフメタルの帽子来るかもしれない。こうやって外側に広げるように塗っていきます。おでこはどうしよう、おでこはまあもう塗りましょう。ちょっとね、鼻も塗って、はい、 OK です。で、できましたら次にファンデーションを塗っていきます。めっちゃテカっとるわこれ、照明で。はい、次にファンデーションを塗っていきます。勉強しました。
え、そうなの？ミュウちゃんと同じスタイルだって。じゃあ塗っていきます。お、地メタル置きました。ここも塗っておきましょう。目の下も、鼻はちょっとしか塗りません。マリーナ白化、そうだよ、マリーナが白化します。なんかこれはね、自分の肌よりワントーンちょっと高く、あ、白くしているので、首との境目が結構結構っていうか目立ちますね。ちょっとだけワントーン自分のより白い、あの肌より白いんです。のファンデーション白くしました。女子浴場が始まった。でしょ、女子浴場が、女子浴場が始まるよということで、はい、次に、じゃあお粉を振っていきます。お粉はね、巻き物を置いた方ようにビニール袋にちょっと入れております。なんか前ね、お粉で事故ったんですよ。まあ配信じゃないんですけど、お粉が結構もう化粧ポーチの中にめっちゃ散っちゃったので、ちょっと今はね、ビニール袋に入れております。でね、程よく取ったらまんべんなく塗っていきます。13歳でメイク、そうだよ、スクショ中です。スクショしないでくれ。おでこよし、こんな感じで塗ってきます。筆はね、なんかそこまでこだわってはないんですけどね。もう一個あるんですよ。あ、待って、こっちじゃない、こっちじゃないところにあります。ちょっとポーチは使い分けてます。はい、ということでこんな感じですね。ちょっとおでこもやっておきましょう。え、こぼれたらもうやばいよね。はい、ということで下地は完成でございます。下地は完成したので、次にどうしようかな、目からやっていきたいと思います。膝の上が事故った。ファンデーションがやばい。ティッシュがないぞ。あれも、イエイイエイ、おはようございます。おはようございます。いや、メイク配信しております。ベビーメタル、ベビーメタル、おはようございます。弱気のマリアちゃんです。ということで目からいこう。目アイシャドウ、違う、これを塗って。アイシャドウどっちが先なんだと思う？え、どっちがこれアイシャドウかアイライン、どっちから先だと思う？コナ待ってる。ということで、どっちが先だと思う？まあ自分のあれからしてアイシャドウかなって思います。メイク動画忘れてしまった、どうやってやってるか。次にここをね、白く塗ります。そう、紙バンド風はせんよ、さすがに。でもアイシャドウを塗っております。ちょっと本当は筆なんですけれども、確かに手の方がやりやすいです。はい、ということで、ちょっと目つむってるのめちゃなんか変なんですが、はい、こんな感じで、ちょっと見えにくい、照明が当たりすぎてちょっと見えにくいですね。ありちゃんのルームから来ましたが元気でしたよ。あ、本当ですか。今ちょっとメイク配信してるんです。メタル風メイク配信です。はい、ということでこんな感じでできたら、下をちょっとだけね塗ります。はい、できました。次に金をね、ここにちょっとだけつけます。はい、おはようございます。めちゃくちゃ可愛い。すっぴんですが今からメイクをしていきます。はい、次にどうしようかな、アイラインをしていきます。はい、アイラインです。
でもペンシル使ってるんですけど、ペンシルねちょっと新しくやりたいと思います。はい、こんな感じでちょっと外羽ですね、メタル風なので。これ乾かさないと結構他にもひっついちゃうので、ちょっとだけ乾かします。下もちょっとやっときますね、可愛すぎて。あ、すいません嘘、ほんと？ちょっとうまくできました。で下もねちょっとだけ、鏡下もちょっとだけ、ということでメタル風のクッキーでいいね。 ありがとうございます。はい、ちょっと濃いかなとは思ったんですが、まあ、メタルなので大丈夫でしょう。はい、次に自分はねちょっと涙袋を、まあ、目はちょっともうこれで終わりです、うん、ハッシュタグメタル風メイク、そうだね。次に目の下をね赤く塗るんです。赤く自分の場合塗るんですが、まず白をちょっと塗っていきます。白というかあのハイライトを入れておきます。はい、でね鼻のところにもハイライトを塗ります。 T ゾーンだね、これを使ってこことここを塗ります。であとねデコっぽいところに塗りますね、デコボコっとなっているとこに塗ります。さあアイロンは止めておきましょう。意外とおでこ広いでしょ、私広いの。剥げてきたかな。そうですね。そうですねじゃないわ。コンテスト自主役動画コンテスト、ああ、落ちました。ですが拾います。はい、あ、青谷先生ありがとうございます。よし、じゃあ次に涙袋の影をね作っていきます。ここですね。ちょっと見えないとわかんない。これは涙袋の影をやるやつじゃないのですが、これでちょっと今日は許しましょう。はい、次に赤くね染めていきたいと思います。はい、ちょっと薄めて赤くね塗りたいと思います。塗るんです、こっから。あ、自分の場合ですよ。あ、ちょっと暗くなったので後でファンデーションにちょっと直しておきましょう。なかなかつきません、中が。なぜでしょう。涙袋ラブではないんですけれども、結構私の場合ちょっとメタル風なのでピンクに塗ってきます。見えるかなこれ、結構明るいので。どうすればいいんだろう、でもこうするとねめちゃ暗くなるので、こっちをピントを多分こっちに移せばいいんだけど、まあやめときます。はい、次に何だろう、ノーズシャドウかな、ノーズシャドウを描いていきます。コピックでコピックは塗らん、さすがに。こうやってこっからこういくように描いていきます。
あとね、ここは塗りつぶした方がなんかね、いいらしいです。この小鼻、おはようございます。プレゼンしておく、ありがとうございます。次にちょっと眉毛はね、描くのが多分違うんですけども、描いていきます。ちょっとこれで描いていきます。眉毛はね、前まで描いてなかったんですけど、メイク配信とか見るとみんな眉毛を描いてるので描き始めました。はい、次に、次はチークだね。チークを塗ります。チークは丸を描くように目の下にやっていきます。はい、ということで描きましたかな。鏡で確認でね、石灰ラインっていうのがあるんですけど、よくわかんないんですよね。石灰ライン157センチですね。クルティのせいかも。さあ、それもあるかもしれない。石灰ラインっていうのなんかね、ここの目頭っていうのかな、ここ世界ラインの意味を知らずに私書いてたっていう。あまりできてないですが、お許しください。ということで、できました。とあとリップですね。ここやっぱ変だね、なんか暗すぎる色が。あ、やばい、目がちょっと失敗したの。大丈夫かな。まあまあ大丈夫でしょう。ということで、リップ最後に落ちました。あ、ちょっと私は気にせん。で、よし、前髪をちょっとやってからリップをやりたいと思います。くるっと、あ、逆になった、巻くのが。うん、可愛すぎる。いやいやいや、前髪がちょっと上にやってたので横に留めればよかったですね。前髪はちょっと変なんです、いつも。だからちょっと諦めてます、諦めかけてます。もうさすがにこれはちょっと変ですね。どうしよう。で、配信一回終わった方がいいのかな。外羽なんですが、とりあえず落ち着いた感じにしよう。とりあえず落ち着こう、自分とりあえず自分落ち着こう。とりあえず一旦ここで終了。待ってね。はい、ここ行きます。ちょっとね、私外羽にします。ここは、はい、できました。前髪ちょっとできてないんですが、ちょっと一旦落ち着きます。冷静になろう。そうですよ、冷静にハーって言ってたから。はい、冷静になって、はい、冷静、冷静タイム。はい、冷静になりました。ということで、口紅を最後に塗って終わりたいと思います。メイクは可愛いっていうの、これ見えないよね、光で。多分ちょっと後でね、移動したいと思います。どうかな。
はい、できました。メイクの完成となります。これでちょっとあまり見えないとは思いますが、メイクの完成です。本当に見えんと思うんだけど、前髪をちょっとね分けたくないんです、今ちょっと。はい、できました。ということで以上メイク配信です。女子って感じ、ありがとうございます。ちょっと位置移動していいですかね。いいですか、ちょっとあの部屋の位置変えていいですか。の G メタルの部屋じゃなく角度をちょっと変えたいと思います。ちょっと待ってね、このままだとあれなのでちょっと隠します。いつもの場所になるかな。はい、なりました。こうですね。で照明も入れて、はい、移動してきました。寝とる、キティちゃん寝とった。メイクが濃いですね。富士山が映る、富士山が映る。はい、ということでこんな感じのメイクになりました。ゆいというか何というかあれですが、何とも言えないですができたので、まあいいでしょう。はい、いつもと違うでしょう、背景を変えました。ちょっとね、こっちの方がメイクが見えるんですよ多分。はい、マリーナの部屋がちょっと隠れてる。マリーナの部屋で、あー落ちますね。ついに置いておきましょう。はい、ありがとうございます。ちょっとメタル風なので目立ってみました。そう、以前の背景に戻りました。こっちの方がね光があんまり入らないのでいいんですよ。はい、キティちゃんもやってお送りしたいと思います。リモコンあり、そうだよ、リモコンあり。これを巻きましょう。なんか前髪が変なので、まあ、いつもですが、これでもういいや、安定しよう。変かな。こっちがもうです。顔見やすいでしょ。こっちの方が多分いいと思うんで。あ、そうや、シェーディングを忘れておりました。まあそれは後でいいかな。こういうところにね塗るんですよ。サマリーナ号志向です。サンリオ系好きなの、違うの、お母さんが好きなんです。がすぐに集まっちゃう。こっちかな、こっちがおじいちゃんが起きました。おじいちゃんも出向です。かな。うん、な感じ。違うの、もうちょっと濃いです。私の前髪どこ行った。はい、ありました。じゃあ髪のバンドお願いします。 OK です。いつか髪バンドもやりたいと思います。ジーメタル起きました。起床かっこいい、ありがとう。紙バンドちょっといつできるかわかんないけどやりたいと思います。どうかな、こんな感じですね。前髪も終わりました。そうですね、おはようございます。おはようございます。はい、メタル風のメイクで配信をしております。これがいいかな、ちょっと
はい、お送りしたいと思います。ギターできないの、ギターできないんです。朝早くから、そんな朝早くじゃないよ。今日はね、今日はそんな早くないです。よっしゃ、安定のあれもつけよう。こうやってやれば映らないかな。こうやってやると映るんか。こっちか。ゆうちゃんおはよう、おはようございます。ちょっとモグモグ配信しよう。してみたですね。次はしてみた。13歳。ああ間違えた。メタルフーメイク、13歳。ということで、してみた。朝5時だと、あ、仕事中、そうだよね、仕事中の人が多いのかもしれない。朝5時っていうのは。よくわかんないけど、まあいいの。止めてるピンを外しましょう。今日は寝坊、今日は寝坊じゃない。今日はね、昨日から、5時30分からやると言っておったので、そうですね。ておりました。遅刻ではないんですけど、そうなんですよ。朝はね、前髪が気になりってしょうがない、しょうがない病。昨日だよ、昨日か、昨日は完全に寝坊です。あらまあですよ。ここ止めておきます。戻った。そうだね、紙版の方はやめたいと思います。ちょっとね、今からちょっと安定します。紙をいじらないように安定したいと思います。どうかな、こうかな。はい、こうですね。かわいそう、ありがとう。どうしよう、下か、座ろうかな。座ろうか迷っております。ちょっと待ってね、ちょっと話して、座ろうかな、座ろうか座らないか迷っております。おはようございます、皆さん。こうするとまた光が、こうするとまた光が襲ってくる。ベビーメタメイクですね。こっちが、こうか。あれ、また影できてる。また光ができてる。まあもういいか、もう気にしてたらキリがない気がする。加湿器、そう、加湿器すごいです。後ろにしたら、うん、近々よし。あ、そうなの、背景黒だと。じゃ背景白にしましょう。ちょっと待ってね。よいしょ。ということで、あれ、あれ、セイウチメンバーを、ちょっとごめんね、キティちゃん。よいしょ。
あ、キティちゃんに反射してる結構。まだ足りないか。もったいないな。よいしょ。あ、ダメだ。じゃんけん来月だ。来月かもう。アリーナズーム宣伝しときます。あ、見えなかった。ということでだいぶ落ちてきました。 STU ホテトオタイマヤです。予約入れた気がする。なんか書道似合うね。ショート急にショート来た。いい感じ、うん、ありがとう。シフォンケーキ食べたいと思います。おお、大丈夫。もう3秒ルール、もうさすがにもう取りに行かない。そうだね、めっちゃテカってるよ。キティちゃんがいただきます。さすがにもう 2個も取りに行かんわ。どうとしたらもういいでしょ。もうもうさすがにちょっともういいやってなった。シフォンケーキ食べてます。ちょっとこっちの方から食べていったのに、こっちから食べてます。いきます。まだ残ってたよ。でも抹茶さんはね、このぐらい、ここ結構食べてますね。どうだろう、じゃんけん大会の賞どうでしょうね。本当？なんか画像アップしてくれてる、ありがとうございます。まあでも YouTube のことはよくわからんのよ。 YouTube のことはね、お兄ちゃんに、私のお兄ちゃんに聞かないとわかんない。なんかあれ、なんかないかな、立てるやつ。ないですね。着ようかな、やっぱり。着ようか迷う人。着ようかな。着まいかな。ちょっと分けた。牛乳が紅茶ね、確かに牛乳か紅茶が欲しくなる。私は牛乳が欲しくなる。あ、ジンメタル起きました。起床です、起床です、起床しました。ジンメタル、ジンメタルも今日は遅いですね。ミルクティー希望。そうなのか、じゃあまだお子ちゃまだから牛乳です。うん、画面が大きいんだって。ちょっと消えてしまった。消えてしまってました。あの、充電があと 10% しかないですよっていうお知らせでした。それでちょっと充電器を差し替えます。バッテリーです。また来たよ、ありがとうございます。今もぐもぐしとったよ。ね、8
8時に今日はね終わりたいと思います。あ、予選に来た、イエーイ、ありがとうございます。そうですね、8時までに予選に来たので本当に嬉しいなって思います。ありがとうございます。充電あるあるね、充電あるある、4000人突破した。これでなんか前の全然何も今日配信した気分してない、なんか配信した気分ないな今。うん、大きい画像で、うん、美味しそう、めっちゃ美味しい。チョコのチップがね、チョコチップがめっちゃ入ってる。朝って感じ、なんかね、ん？雑談で起き、なんかね、すごいなんかメイクして雑談しかしてないから何もなんかショールームやった気分じゃないんですよ今。今から始まる感じ。なんか自分的にはあれかな、自分時間ずれてるからかな。前はなんか昨日はやっぱ5時からやることが増えたから、だから時間の感覚ちょっとなんかあれかもしれん。あ、くうかちゃんが来た、美味しそう美味しそうだって、美味しいよ。くうかちゃん食べますか、来てくれたわ、嬉しい。いつも自分が言っとるけん、嬉しい、ありがとうございます。師匠ありがとう。え、師匠待って待って、師匠待って待って待って、師匠待って、師匠待ってください。ちょっとルームから出るのこれだけ質問お願いします。あの、どうやったら歌いながら踊れますか、コツをお願いします。お願いします。ちょこついてたかな、ちょこついてたかな、空間が空間、お願いします、お願いします。空間視聴ぜひコメントを入れてください、お願いします。かかちゃんちょっとコメントお願いします。あ、頑張って無理する無理するんかい、そこは無理するんですね、ありました、ちょっと頑張って無理して。あ、あ、もう一個いいですか、あの踊ってる時にあの息切れがするんですけど、そういう時はどうすればいいですかね、どうすればいいでしょうか、お告げ、お告げお願いしましょう、お願いします。あの無理するのは分かったんですけど、こうなんか息継ぎがちょっとあのまだ多分できてないみたいで、あのちょっと歌うのが困難になってしまうんですが、どうしたらいいでしょうか、皆さん、皆さんじゃない、空間師匠、ちょっとこれだけお願いします。あ、私も息切れしてつらい、あ、辛いんですね、わかりました、ありがとうございます。あ、慣れですかね、やっぱり体力、体力はどうやってつけますか、辛かった、辛かった、そうなんですね、そっかそっか、本当ケーキを置いてから、そうなんですね、ありがとうございます、貴重なお言葉を本当にありがとう、お告げをね、ありがとうございます、本当にありがとうございます、師匠本当にありがとうございます。あ、慣れたらいけるで、あ、慣れたらいけるでというコメント、もう泣きそうでございます、私は、ありがとうございます本当に師匠ありがとうございます。そうだね、頑張って、あの頑張ってこう慣れていきたいと思います、慣れていきたいと思うのでしょう、ぜひ私の成長も見ていてくださいそうだよ、テンション上げ上げだ、いやちゃん面白い、いやちゃん本当に師匠に聞きたいことがいっぱいあるんです、ちょっと生で会った時に聞きたいと思います。そうですね、以上以上、くうかちゃんに聞きたいことでした。そや、努力、感謝、笑顔で頑張ります、あのダンスは無理をして頑張ります。してるからメタルレビューとしてするの分かんない、お告げコンコン、お告げありがとうございます、かかちゃんありがとう、本当にありがとうございました。バイバイしていいのか分かんないけど、今ちょっと誰やっとんじゃろショールーム、え、かかちゃんショールームやらんのかな、ありちゃんとさきちゃんがやっとる、8時に終わるけんあと5分ですね、
よいしょ。そんなに5分で終わります。くうかちゃん来たらめっちゃいい笑顔、ありがとう。くうかちゃんアザース、本当にアザースです。ジュースをおごらなきゃ。そうだ、ジュースを買ってきましたので、何ジュースがいいか考えていてください。今日朝やって、それ一人朝やってるの知ってないけどね、何時間やるんでしょうねっていう笑顔すぎる笑顔。あ、そう、知っとる、波乗りかき氷見ました。私も見ながら配信やっておりました。18時ですか、18時なんですか、遅くないですか、空海師匠。ちょっと昼にやってほしい、見たいです。私昼ご飯食べながらちょっと見たいです。私大谷マリナは昼ご飯を見ながら、よいしょ、大谷マリナは昼ご飯を見ながら食べたいです。お願いします。もはや太陽、もはや太陽、急にテンション上げ上げ上げ、そう来てなかったけん昼はできないんだ、ガーン、昼はできんなんだって、ガーンだ、師匠の家に行ってしまえ、え、無理無理無理、それは無理だ、私も移動に1時間かかるんだ、1時間で行って1時間でまた帰らんに行けん泣かないで、泣かないよ。ショールームやってほしいわ。太陽は嫌だと思った。コラボでき OK です。やっとコラボできるところに時にコラボします。ガチオタやん、ガチオタよ、ガチオタよ、ガチオタっていうの大丈夫か。昨日歌った、昨日歌った、ダメか、わがままか、さすがにわがまますぎるのか。私はそうだね、ね、どこでもドア欲しい、本当にガチャって言ったらガチャって閉めてガチャって言って行きたいわ。なんかマイナが使うときはだいたい2回開けるっていうのも欲しい、あのなんじゃろう、こう二度こう来るやつ。クーカ様はマリーナの遠慮、そうですそうです、本当にそう、だってクーカちゃんの配信見たら元気になれるもん、大人感、確かに激しく同意ね、でしょ、本当にクーカちゃんの師匠クーカちゃんの師匠って誰だ、クーカちゃんを見るとね本当に元気になりますよし、じゃあちょっとクーカちゃんのことは離れよう、一旦離れよう。クーカ移動ね、二度開けるは前の二度見ならぬ二度開け、二度開けガチャガチャってやる。どこでもドア欲しい、どこでもドア欲しい。ふうかちゃんのダンス教室、確かに。おはようございます、おはようございます、めっちゃ嬉しそうそう、めっちゃ嬉しそう。あ、プリンも嬉しそう。くうかは置いとい、置いとい、置いといて、そうですね、ちょっと欲しい、集めておき、ありがとう。うん、もうちょっと8時で終わるよ、8時で終わる。あ、いってらっしゃい、これ大事これ大事って、お母さんです、カーメタル。皆さん宿に来てね、お願い母さんが言っても、母さんが言っても、母さんが言っても産めないよ。いらっしゃい、いゆみやから初見です、あ、ありがとうございます、ユミから、あ、よかった、あ、はい、あ、はい、はい、パンのセットもらいました、メロンパンと、あ、レーズンパンとシフォンケーキ、
どうしようどうしよう、さすがにこれちょっと食べられないよ。どうしよう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 。あ、エミメタルにあげればいいんだ。めっちゃもらったんだけど、どうしよう。まあ、あと5分の5分、いや、まあ、もう3分ぐらいで終わるのに。じゃあね、ちょっと今日はこれで終わりたいと思います。じゃあね、どうしよう。でもお母さんいたっけな。あ、マリンちゃんがおる。あ、どうしようかな。じゃあちょっと8時半にまたちょっと再開して9時までやりたいと思います。ちょっと食べてからね、そう、なんかいろいろあのむくみとか取ってまた来たいと思いますので、ぜひ。忘れよった、全然忘れ物、忘れ物だって、忘れ物。やっぱ仕事行ってきます。いってらっしゃい。家族で忘れ物多いんよ。じゃあちょっと6時8時30分に来てください。お願いします。じゃあバイバイ、今日ありがとうございました。 See you、 バイバーイ。6時30分です。いってらっしゃい。あ、いってらっしゃい、いってらっしゃい。ということでバイバイ、また来てね。あ、次はね、そうやね、30分間だけ2000人目指そう。じゃあバイバイ。